ガブリエル・メルカドは、アルゼンチン・チュブ州出身の同国代表サッカー選手。アル・ラーヤン SC 所属。ポジションはディフェンダー。ラシンクラブの下部組織出身で、2007年3月2日のニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦でデビューした。プリメーラ・ディビシオン2006から07シーズン後期では19試合中7試合に出場したが、右サイドバックでの出場が多かった。 2007から08シーズン前期でも7試合に出場したが、後期ではセンターバックのポジションでレギュラーになった。2008から09シーズン前期からは再び右、サイドバックを務めることが多い。2007年に飛躍的な成長を遂げ、同年 U-20 アルゼンチン代表として南米ユース選手権と FIFAU-20 ワールドカップに出場した。 2010年2月10日のジャマイカ戦で A 代表デビュー。2016年3月24日のワールドカップ予選チリ戦で決勝点となる代表初得点を挙げた。2018年ロシアワールドカップ本大会のメンバーに招集され、初戦のアイスランド戦を除く3試合にフル出場。決勝トーナメントラウンド16フランス戦では、 リオネルメッシュの放ったシュートのコースを変える形で、一時は勝ち越しとなる得点を挙げたが、チームは4から3で赤敗し、敗退した。ありがとうございます。